キノコめっちゃある。これいけるっしょ。これ絶お、なんだ、え、あ、すげえやん。どうもこんにちは、ビクトです。今回からドロップでランダムで、あ、アイテムがドロップでランダムルルル、アイテムがドロップでランダムする世界でサバイバルというシリーズをやっていこうかなと思います。いや、このデータパックなんですけども、以前データパック紹介でやったデータパックと同じデータパックなんですけども、ランダムでドロップするパターンが10種類あって、まあ、今回はですね、まあ、その1から10まである中で、まあ、間を取って、まあ、10でやっていこうかなと思います。とりあえずデータパックはワールドを作ってからじゃないと入れられないんで、まあ、一旦ねワールドを作っていこうかなと思います。で、名前何にしよっかな。まあ、ランダムでドロップするだから、まあ、シンプルにランダムでいい。喋りながら画面を見て名前を考えて打ち込むっていう行動、うん、ブラインドタッチができないんです。まあ、今回はこのね、ラ・オカドでやっていこうかなと思います。どんなワールド名なん、ラ・オカドって。で、ボーナステストはオフでやっていきましょう。パート1の目標としては、まあ、作業台作りたいよね。村を見つけるか、まあ、木材ゲットできるかまでやりたいん。おお、とりあえずデータパック入れてきたんで、もう目の前にね、もうスポーンした瞬間に、まあ、取ってくれと言わんばかりの多くの木があるんで、もうこれで試すか。いや、いきなりさ、ダイヤのピッケルとか出てきてくんねえかな。え？うわ、なんか微妙。なんかもっと面白いもん出てこいよ、なんか。死んだサンゴブロックとか出てきてくんね、ほんとに。ね、うわ、なんか、まあ、土ブロックがキノコになると。まあ、でもこれキノコとかシュルカーボックス出ても、これ壊せるから、あ、普通になんかわらしべ長者みたいな感じでどんどん壊していけばさ、結構いいアイテムとかたどり着けるんじゃね。なくなったし。そのさ、なくなるのさ、やめん、ちょっと。あれ、キノコってさ、どうやって植えるんだっけ。なんか暗くないと植えられないんだっけ。あ、来た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 。こっから、いや、これ皆さん、これすごいよ。キノコから多分めっちゃいいの出てくるから。かぼちゃからめっちゃいいの出てくるから。まあ、そんな人生うまくいかないわな。いやー、まあ、草からコンクリートパウダーが出てくる。葉っぱとか、お、何これ、え、植木鉢出てきた。あ、植木鉢もさ、コンクリートパウダー、あー、いらねえ。コンクリートパウダー、これどう。草はさ、いっぱいあるからさ、このコン、あ、出たよ、もう。消えるのやめな、ほんとに。誰のがあれ、明美もびっくりするよ。あ、あと、この原木ごとにこうドロップするやつ違うんで、白樺だったら、まあ、ワンチャンあるかもしんないよね、これ。なんだこれ。あー、テラコッタか。なんてこった。え、なんか普通にさ、村とかしょっぱなから見つけられそうじゃね。ちょ、実況者楽見せちゃっていいっすか。あ、ポピーある。ポピーからなんかいいのが、おお。仕込んだみたいじゃん、なんか俺が。本当に出てきた。縁起悪っ。じゃ、なんか仕込んだみたいになるのやめてほしい、本当に。やだ。やだわ。あ、魚いる。魚倒そう。てか、魚で思い出したんだけどさ、食料どうすんだろう。これ多分動物のさ、ドロップもランダムになってるじゃん。え、ちょっとだる。普通にだるいんだが、食料なんで結構ハードモードになってる可能性あんな。ちょ、この魚倒そうぜ。お、魚から赤い砂。赤い砂はまだ壊せるね。行こう。いや、これ壊せるね。やめな、本当に。あ、一応目標なんですけども、まあ、エンダードラゴンをね、倒していこうかなと思っております。で、まあ、エンダードラゴン倒したいんですけど、エンドまでいけるかな。いや、多分エンダーマン倒してもエンダーパール落とさないし、ブレイズ倒したところでブレイズロッドとかも多分落とさないんですよね。そう、だから結構難易度高いと思うんですよね、行き着くまでが。そしてさ、砥石って何。あ、エンチャント除去できるんだ。へえ、初めて知った。 1.14 ちゃんとやるの地味に初めてだからさ、それはそれで楽しみだな。まあ、とりあえず進みますか。サトウキビとかもさ、なんか、あ、カチカチだわ。あー、もうカチカチだ。今んとこ使えるブロックが、使えるブロックがね、まるで、なんだこれ、は、え。皆さん、もうクリアしたわ、これ。もうなんだこれ、これダンジョンテストも出てくんの。これタンポポだよね、これ多分。おー、パン来た、やった。え、ぬるげすぎる。ぬるげすぎ、わろた。これタンポポが、これ最高のダンジョンテストになってんのかな、これ。え、何今の。あ、これ階層、もしかしてこれ、え、これ長さが違うとさ、出てくるアイテムめっちゃ紙出てくる。びしょびしょよ、こんなん。え、じゃあさ、これ雑草も違うんじゃね。これ、そして何が出てきた今。うわー、宝。やべえ、有田家の夢の夢の夢。あ、これ違うんじゃね。おい、おい、
え、俺の勘違いか。じゃあよくよく考えたらさ、なんか勝ったわとか言ったけど、これ松明とパンぐらいじゃね、なんかちゃんと使えんの。あんまいらんわあんまいらんもんばっか出てきたな。食料どうなるかなと思ったけど、もうこれ壊せばパンが手に入るってのが分かったから、まあ全然大丈夫だね。あー、もう鉄もあるわ鉄もあるわ。あ、ぬるゲーだみんなこれ。多分俺の予想なんだけど、なんか石とか壊したらさ、なんかエンダーパールとか関係なくさ、なんかエンダーアイ出てきそうじゃねエンダーアイ出てきそうな気がするんだよね、俺の予感なんだけど。まあとりあえず木材を確保したいよね。何かしら木材が出てくれればいいんだけど、本気でない木材が、もうそれだけがネックなんだよね。おう、かなとこ、あ、羊毛出てきた。あ、レン君、なんかシダだっけこれ。これ1マスと2マス。あ、これ変わるわ。めっちゃ変わる。すごっ。羊毛出てきた。やっと。なんか羊毛普通に嬉しいんだけど。そしてこれ、旗も壊せるよね、これ。ちょ、一旦羊毛から壊していくか。羊毛壊すと何が出て、旗いけるよね、これ。あれ、いけないっけ。あ、豚いた。ちょ、豚からさ、なんかいいの出てこねえかな。頼む、豚。豚、頼む。頼む、豚。はい。はい、お、なん、お、お、お、ちょ、松明あるのありがてえな、これ松明ありがてえ。あ、キノコめっちゃある。これいけるっしょ。これ絶、お、なんだ、え、あ、すげえやすげえこれ村見つけたら交換し放題ですわ、これ。やべえやったー。待って、バカ、クリーパーがいるんですけど、クリーパーがいるんですけど、素手だと倒すの面倒だからさ、ちょ、マジ剣欲しい。砂からなんか出てこい。砂、なんだこれ、シュルカーボックスワンチャンある。ワンチャンあるよ、これは。ワンチャンマン狙ってこ、狙ってこ、いけるよ。はい、なんてこった。これさ、クリーパーの爆発でさ、石壊せねえかな。石壊してもらおうぜ。おい、ナイスナイスナイス。あ、なんかある。あ、ボタンだ。あれ、なんもねえかなと思ったけど、すごい数のボタン。ボタンいきます。ダイヤの剣、たまにさセットで出てくるよね。ハッピーセット、もしかしてこれ、え、ハッピーセっていうわけじゃない。もうパンがあるからさ、なんか今更魚が出たとこでもう等しくゴミだよね、それは。じゃあさ、ちょうどいい時にさ、ゾンビいたからさ、一体だったら素手で倒せるから、ちょ、こいつ倒そうぜ。いや、ゾンビからなんかいいもん落ちてくんねえかな。いや、せっかく倒すからさ。あ、クモもいる、近くに。ちょ、気づかれないでほしい。クモ、お、なんだ、あー、なにこれ。あ、やった。あれ、これ木材じゃない、これ。めっちゃいる、めっちゃ、ちょ、待って、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃ危ない。めっちゃ、クモ、ちょ、待って待って、クモよくない、クモダメ、クモダメです、クモダメです。ちょ、強いからダメ。ちょ、素手じゃ本当にダメだから。いい、かんやつ。あれ、これってさ、普通にこれ木材っしょ、これ。アカシアの原木だから。うわ、来た、やった。俺これさ、朝になったらさ、これ原木パラダイス、原木パラダイスなんじゃないのこれ。いた、いや、待って、嘘でしょ、嘘でしょ、無心で倒してたんです僕は。待って、あー、待って、金リンゴがあるの忘れてた。俺には金リンゴがある、俺には金リンゴがある。全然食ってくんなかったよ今。長くなかった今、なんか謎に。こうマリオ的な感じでさ、こう赤いキノコ壊したらなんかすごいいいゴミ。いや、ちょ、スケルトンとかも気になるんだけどさ、ちょっと今武器何もまだ作ってないからさ、倒そうにも倒せないんです。スケルトンじゃなくてスパイダーいってだったらいけるから、いけるから、ちょ、来ないで。よし、来た。何これ、なんだこれ、なんだこれは。あー、滑らかな石は、いらん。ちょ、これゾンビさ、もう一体倒して、ちょ、剣作ろうぜ。作業台は作れるから、あと木材さえあれば、棒が作れて、そっから剣作っちゃうから、いける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 。夜もさ、これ過ごせるわ。オッケーオッケーオッケー、いけるいける、よし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 。あ、ちょうど邪魔、ちょうど邪魔です、君。オッケー、よし、これでいける、よかった。作業台作れたらもうこっちのもんだ。よし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 。作業台でかすぎるで棒作っちゃうで、鉄の剣ができちゃうんすわ。第一部完。よし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 。壊せる範囲が広くなったらマジででかいんだけど、作業台も回収しちゃって、オッケー、よし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 。あ、そっか。作業台もなんかゴミになっちまった、なんか。作業台がゴミになっちまった。旗、いや、旗も壊せるよ、これ。あ、ダメだ。ちょっとさ、ドラウンドさ、倒してみようか。ゾンビと違って、また、新しいアイテムが手に入るんじゃないの？どうなんだい？いや、もう、ツルハシ作っちゃったから、大体のもの壊せるじゃん。こういうなんかゴミみたいなのが来ても、まあ、さらに壊せると。わ、木材来た、やった。
差が何から手に入るか覚えてない。もういやでもだいぶさ、もう剣もうツールつけれるようになったから結構まあ困らないとは思うんだけど、なんか最後なんか面白いもん出てこねえかな。あ、石炭とかいいかもしんないな。これ何が出てくるんだろう。なんだこれ。あー、コンクリートね。コンクリートか。いや、コンクリートもゴミはなかなか。あー、消えるパターンね。なんかもう慣れたわなんかもう慣れちゃったね。もうこんだけこんだけなんかなく、なんもなくなるとさ、もうなんでもいいやみたいな。おお、すげえ。食料がなんか安定して手に入るようになってきたわ。パンめっちゃ出てくる。最後にさ、エメラルドブロックが何になるかやっていい？いやもうさすがに、いやエメラルドブロックがゴミなわけないと思う。はい。